今日はね、ジブリみたいなちょこっと幸せご飯なイメージのイラストを描いてるの。今は食パンを描いてるんだけど、真四角だとふかふかで可愛いんだけど、あまりパンに見えなかったから耳をつけてみてるの。このイラストで一番難しかったのが今描いてるレタスなんだけど、レタスのくしゃくしゃなテクスチャなフォルムがすごく難しくて、今試行錯誤してるとこ。で、今回はベーコンじゃなくてウインナーにしてみた。この描き方はあまり手ブレ補正を使わないで描いてるんだけど、ちょっとガタガタした感じが緩くてすごく可愛いと思うの。切り絵みたいでしょ？優しい雰囲気になるようにね、文字もちょこっと茶色っぽくして書いてるんだよ。そしてね、フォークと目玉焼きのテクスチャーがすっごく気に入ってる。いつも完成した時に楽しみなのが、サインをどこに置くかって迷うのがすっごく好きなの。出来上がり。美味しく食べてね。